第2回始まります。よろしくお願いします。さて、はい、第2回は、はい、男性が本気で結婚を覚悟する重要なキーワードとはです。でですね、はい、結婚を視野に置いたとき、僕は男性を3種類に分けています。それはですね、はい、まず絶対に結婚したくないっていうグループがいます。で、次が結婚はしたい、でも今はしたくないっていう、はい、はい、したくない、はい、そして最後は今すぐ結婚したいっていうね、はい、この3つに分けられる。で、婚活の相談でよくあるんですけれども、はい、まあ、今付き合っている彼とどうやったら結婚できるのかっていう、はい、うん、うん、でも本当はそうではなくて、はい、誰を選んだかでほぼ結婚できるかどうかは決まってしまうとも言えるっていう。そうなんですか。はい、はい、では説明しましょう、はい、次、でですね、まずでですね、ここに書いた通り、はい、ほとんどの男性は今結婚したくない。悲しいお知らせ、はい、悲しいお知らせですね、はい、はい、ここに円グラフを書いたんですけど、まあ、これ僕の主観で、はい、僕がいろいろ相談を受けてきた主観でしかないんですが、まず例えばあなたに、アプローチする男性の8割は結婚したい、うん、でも今はしたくない、あ、そして、1割は、絶対に結婚したくない、大変、はい、大変ですそして最後が、まあ、今すぐ結婚したいと。この人に出会いたい、ね。そう、この人とを選んだ場合、はい、よく、なんだろうな、私、結婚の駆け引きしたことないよと。はい、すぐに結婚できるじゃんと、うん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 。素直になればいいんじゃないのって言うかもしれないけど、はい、それは大抵このタイプの男性にたまたま出会えたっていうことです、ね。ああ、それでトントン拍子に。そうそうそう。だからあなたがすべきことは何かっていうと、はい、この、まあ、さっきから繰り返しになってるんですが、今すぐ結婚したいって男性を選べと。でも 10% しかいないんですよね。そう、ほぼいない。だからみんな苦しむんですよ。みんな長いこと同棲した後で、はい、彼が結婚したくないって言って去っていく、はいはい、いますよね、はい。僕自身も昔なんていうか、結婚したくない時期があって。はい、お子さん自身が。はい。で、その時に彼女が、うん、彼女が左刺した理由は、はい、助手席にいたんですよ。あ、はい。で、なぜか、その車を運転してたら、はい、デクシーの CM が流れたんですよね。その時すごく怖くなったんですよ。はい、やばいっていう、32ぐらいです。まあまあ、ちょっとだけ話すと、はい、ある時その彼女と伊豆旅行に行ったんですよね。はい、2人で。うん、そしたらなぜか、うちの両親もたまたま伊豆旅行行ってるんで、はい、そんなわけないって今思うんだけど、偶然に。あ、そうなんだ、って食事してね、はい、食事して4人で。はいはい、で、その後僕がトイレに行ったら父親がついてきて、お前どうすんだ、それが分かるんですよ。逃げるしかないな、はい。で、次なんですけど、はい、あるいはですね、はい、今は結婚したくない男性っていうのがいますよね。はい、8割もいる。8割も、はい、これをなんとか結婚に導く最善の方法はある。ある、うん、はい。だからそれをなんとか頑張る、はい、ということです、うんうんうん。だからその残り1割は絶対選ばないと。はい、いうことですね。うん、で、はい、じゃあこの男性の結婚への姿勢って 3つの姿勢ね、はい、3種類、はい、を知るために重要なキーワードっていうのがあるんですよね。いきますよ。はい、はい、これは責任なんです。おお、責任。責任で、まあ、その前にですね、まあ、男性っていうのはちょっと想像しにくいと思うんで、はい、女性の場合どうなんだろうと、うんうん、女性の場合はちょっと簡単にお話しすると、妊娠とか出産とか、はい、まあ、子育ての時期を女性の多くは、まあ、大体ね、人間のことを想像するときには1万年前の人間や10万年前を想像してほしいんですよ。はい、人間の遺伝子、まあ、全ての遺伝子があまり変わらない、はい、あ、なるほど、配列がなかなか変わらないんで、大昔を引きずってるんですよ。はい、例えばなんだろう、はい、1日にとって良い塩分って 2g なんですよ。でもみんなもう 20g とか、まあ、9g とか取っちゃう。そう、まあ、とにかくそれって、はい、1万年前とか10万年前はなかなか塩が手に入らない、それを引きずってる。なので、はい、女性や男性の本能も恋愛における本能も、はい、その頃を参考にしてほしい。で、そうなると妊娠、はい、出産、子育てってすごく何もできないんですよね。そうですよね、はい、いつ誰に襲われるかわからない。そうです。子供をずっと、そうです、はい、そうするとやっぱり守ってくれるのはそれを産んだもう一人のパートナーである男性ですよね。はいはい、ご飯をね、収容してきてもらったりしなきゃいけない。あとは住む場所を決めて、はい、なんか悪いものから守る、はい、あるいは仲間、男たちも襲ってくるかもしれないんで。あ、そうか、はい、はい、他の村から、はいはい、そうすると
動画の続きはこちらからぜひご覧ください。コロナ時代でも完全オンライン対応の婚活スクールマイマリッジスクールにあなたも参加しませんか？こちらの QR コードからご覧ください。